皆さんこんばんは、トトです。久しぶりの、YouTube になります。皆さんいかがお過ごしでしょうか。気がついたら、コロナの方が、日本国内にも広がってきているようで、まあいろいろなところに影響が出ていると。まあ我が家にも、可愛い娘が、小学生の娘2人いますんで、週明けから学校が、休校になると。で、上の娘は6年生なんで、もう卒業式が近いんですが、まあ卒業式もまだどうやって行われるか決まってないんですけども、まあ最後のなんか、まあ卒業までの時間が、まあ翌週の、2日 ?3 月の、翌週の頭で、あと1日で、終わってしまうっていうことなんで、まあちょっとかわいそうだなとは、思うんですが、まあちょっとこう、実態がまだよくわからないような形で、新しいウイルスが日本に入ってきてしまって、で、広まりを見せているってことなので、まあ初動のところとかいろいろ、まあ僕も情報をまあいろんなところで見聞きして、自分なりに考えてますけども、まあ国のなんか初動の部分は、なんかあまりうまくいかなかったんじゃないかなというところはありますし、まあ僕はまあ個人事業主なんで、毎朝決まった時間に定時に出社するというそういうライフスタイルではないので電車に乗るわけではないんですけども、まあ、子どもたちの学校が休みになっても毎日毎日、まあ満員電車に乗って、会社に通う方たちの、まあ、そちらの環境とか、まあ、健康の部分が、まあ、個人的には気になるなと心配だなというところもあります。で、まあ、企業によってはまあもちろん職種によっては、まあ会社に通って仕事をすること自体がもう時代に合ってないっていう部分もあるんでしょうし、まあ在宅でできるようなところはどんどん在宅にしていくのかなっていう感じはあるんですけども、まあこのチャンネルをご覧になる人の中にもひょっとすると会社員の方がいて、電車に乗って、まあ仕事に行かなければいけないっていう方はいるかもしれませんので、まあ僕は僕なりに、まあマスクをして、できるだけそういう、まあ、公衆の、まあ、トイレとか、まあ、電車、新幹線この前乗りましたけど、まあ、あんまりそういうものを触らないとか、で、まあ、アルコール除菌みたいなもので、なるべく手もきれいにするとか、まあ、できることって言ったらそれぐらいしかないのかもしれませんけど、まあ、できるだけ、まあ、この、今、日本に入ってきてしまった新しいウイルスが、まあ、広まらないことを願いますし、皆さんの健康が、保たれることを願いますし、まあ、少しでも早く収束に向かってくれなかったなと、願うばかりです。で、当然今回のこの、まあ、コロナの影響は自分の仕事にも影響は及ぼしてますので、まあ、J リーグの方が延期になったり、あとヨーロッパの方も今週末が僕がスパーズと、ウルブスの試合だったんですけど、こちらの担当もなくなりました。まあこれはそこで働いている方々、もしくは J リーグの場合で考えると、スタジアムに足を運ぶ方々、こういった方々の健康のことを、やっぱり第一に考えなきゃいけませんし、まあ選手の移動も含めて、まあそういう公共の輸送機関を使えば、やっぱり感染するリスクも出てくると思いますので、まあこれは致し方ないことだと思いますし、まあでも当然自分の仕事もそうですし、皆さんの仕事と生活にも影響が出ると思うんで、まあ、なんとか、まあ、収まってくれたらなとは、思いますね。で、まあ、そんなこんなで最近はずっと、こちらのチャンネルの方は更新はしてなかったんですけども、結構忙しくしてましたがね、まあ、2月の前あたりからキャンプ見に行って、で実はそこから一昨日ぐらいに、ツイッターの方で、紹介することになりましたけど、今年はまた、大学サッカーの方で国立の一橋大学の方で今コーチとして、取り組ませてもらっているところなんで、まあ、そんなことでいろいろこう、まあ、忙しくなったというか充実した日々を送ってます。でそれとはまた別につい最近で言うとチャンピオンズリーグありましたから、まあ、皆さんもご覧になったと思いますけど、レアドマドリード対マンチェスターシティ、まあ、こちらの試合の解説を担当して、あとはまあプレビューとレビューも担当することになりました。これも今まで、
かなりの回数、担当させてもらってきましたので、っていうところでまた今シーズンも継続して、任せてもらえることになったんですけども、プレビューの方は多分 YouTube のダゾンの YouTube のチャンネルの方で、出たんじゃないかと思います。でレビューの方は、残念ながらというかダゾンのプラットフォームの方のみ、 YouTube の方には出さずにダゾンに加入している方だけが見られる、配信になりますので、それは、Twitter でいろいろこう告知みたいなことはしてるんですけど、そちらも合わせてお伝えしておこうかなと思ってこれ撮りました。で、無料でね、YouTube のチャンネルの方で見ていただくことにも十分、意味もありますし、これまで割とそういう形でやってきたんですけど、あくまでその試合に向けてのプレビューを見ていただいて、で、試合見たいなと思って例えば加入してもらうとか、で、試合見た後の答え合わせ的なものも、見たいなっていうところもあれば、ダゾンのに加入していただいて、多分最初の一月は多分無料だったりすると思うんで、トライアルだと思いますんで、ちょうどこんな機会に一度入ってもらって、で覗いてみてもらえると、どんなコンテンツなのかっていうのが、サッカーだけじゃなくて、野球もバスケットもボクシングもあったりしますし、それでこの値段だったらって思うかどうかだと思うんですけど、その中に自分が担当させてもらった今回でいうと、マドリー対シティのレビューも出てますので、解説のその試合中継の中ではどうしてもこう深掘りしきれない部分が出てきますね。これは試合の展開に合わせなきゃいけませんからっていうところで、戦術的な部分、ゲームプランの部分、あとはその中での、個々人のアクション、グループのアクションで勝負を分けたポイント、今回で言えば、後半に入ったところでレアルマドリードが人の配置を変えて、で別のフォーメーションもちょっといじりましたね。それがどんな感じで試合に影響を及ぼしたのっていうところがかなり、重要なポイントになったと思います。で前半ももちろんマドリードの、マンツーマンのプレッシングから始まって、シティがうまく対応できずに、そこから少しずつハーフライン越えて決定機があってみたいな流れもきちんと動画を映像を使って紹介してるんですけど、やっぱり今回は後半にいろんなものが詰まってると思いますんで、そちらの尺はかなり長くなってます。であとは、僕も試合の中で言いましたけど、言及しましたけど、やっぱ選手交代、ここが確かに試合を少し動かした部分はあると思いますので、それは実際どういうところを見て僕が感じたのかっていうのを、これも映像を使って、例えばラヒーム・スターリングとギャルス・ベール2人、両チームともにアタッカーを投入した時に、その2人のアタッカーが担っていたタスクと、でそれが実際のパフォーマンスを見た時に、これは一体どういうことが監督側のメッセージとして伝わってたのかというのが分かる部分があると思いました。確信はもちろんないです。話聞いたわけじゃないですから。ただパフォーマンスを見た時に、やっぱり途中から出る選手に対しては、僕も指導者の端くれなんで分かるんですけど、試合を動かすために途中の交代を使いますんで、その人をナチュラルにプレーするだけじゃなくて何か伝えてるはずですから、それはスターリングのパフォーマンスを見れば分かりますし、ベルのパフォーマンスを見ても逆に何か伝わってくる部分があると。でその2人のパフォーマンスを比較するだけでも、それがそのままやっぱり結果に、かなり影響を及ぼしたのが、分かります。今回の試合はでそこを映像を使いながら、もしくは自分の言葉で結構分厚めに話をしてたりしますので、ぜひ興味のある方は、多分初回というか最初の一月は無料だと思うんで、ぜひ入って見てみてください。でそれでまたダゾンにそのまま継続して加入していただければ、僕は、嬉しいですし、自分がそこで仕事してますんで、そういうことでダゾンさんもプレビューを例えば YouTube の方に出したりしてますので、我々の取り組みが皆さんに届けば、良いなと、思ってます。あとは僕の今シーズンの、新たな取り組みでいうと、J リーグの方の解説も引き続き担当するんですけど、これはちょっと驚いた、依頼というか提案だったんですけど、自分が担当した試合の、映像を使って、振り返りの動画を撮ると。例えば僕はこれまでずっと自分の自宅でマグネット使いながらパチパチやって皆さんにお伝えしてきたんですけど、それをよりこう発展させる形で試合映像を使って、時間に制限はあるんですけど、振り返りの、番組というか、自分の動画を作ることが、できることになったんで、すごい提案を受けたなと思うんですが、これはまた一つ新しい今シーズンの取り組みになりますので、やってみようと思います。
まあ、それもまた皆さんにとって有益なものであることを願いますし、まあそういうものも含めてまた J リーグ見てみようっていう方が出てきてくれることを、まあ我々は願って、もしくはダゾンさんは願って、僕にそういう依頼をしてくれたと思いますので、まあ、僕は一生懸命取り組みますし、その自分の取り組みが皆さんのフットボールライフに貢献できれば良いなと思います。こんな感じですかね。今日は朝から、大学の練習試合でした。明日も練習試合でした。まあトレーニングももちろん担当してますので、まあリアルな現場のフットボールっていうのはやっぱり難しいなっていうのと、まあ非常に楽しい。まあ自分の半分ぐらいの年齢の若者と一緒に、ものを作っていく、作り上げていく、この作業は非常に楽しいので、やっぱり僕の体の中には、まあ解説業も愛してるんですが、やっぱり指導についてのすごくこう熱意も、ね、あのモチベーションも高いなっていうのを感じながらの日々になってますんで、まあそれを皆さんにあのご紹介する場は多分ないんですが、まあ指導っていうところも含めて自分なりの、まあライフプランの中で行ってますので、まあこれからまた明日も頑張ろうかなと、思ってます。というところで今日は、ここまでで、まあ主に、なんて言ったのかな、まあダゾンなんですね、 CL のレビューの話、それから J リーグの振り返りの話、また指導も始めましてっていうこの3つの話でしたね。ということで今日の動画はこれで終わります。それでは皆さん本当にくれぐれも健康に気をつけて、最善を尽くして安全に気をつけて日々の生活を送ってください。それではまた次回、ありがとうございました。戸田和樹でした。